わらわは、ずいぶんと長い間、夢を見ていたようじゃ。おはようございます、ナナモ陛下。今日もザナラーンの太陽は美しく輝いておりますよ。様は目覚められた。ご転移の話ではもう安心してよいそうだ。おそらくナナモ様は民のためと再び王政の廃止に向け動こうとなさるだろう。今後このウルダハをいかなる道に導くのか、ナナモ様とよくよく相談してみるつもりだ。国の安定を第一に考えながらな。陛下の御心の真摯さはわしとて分かっておる。しかしウルダハの紋章にある通り、必要なのは亀甲なのだ。そこにこそ勝機があり、生きる道もある。ましてやガレマール帝国の動きが不穏な今、国の在り方を変えようなど無謀にも程があるからな。ロロリト殿、あなたは我らの知らぬ何かを知っておられるようだ。銀類湖に突き刺さっておる帝国の飛空戦艦、確かアグリウスと言ったか。あれの後継艦が完成し、初飛行に成功したらしい。それはいつのことです？つい先日のことのようだ。新皇帝バリスが動き出す日もそう遠くはないということだろう。帝国の脅威に対抗するための体制がため、跳ねっ返りのテレジ・アデレジが消えた今、なさねばなるまいな。ナナモ陛下が目覚められて本当によかった。局長ら鎖骨州内の確執はまだ残っているだろうが、少なくとも混迷していた政情は安定化に向かうだろう。ウルダハは新しい一歩を踏み出した。だからこそ私も区切りをつけなければな。私はクリスタルブレイブを解体しようと思う。私の理念や君の信念に対して純粋に賛同してくれた者もいる。彼らのように標準の意志がある者たちとは今後の身の振り方を含めて共に考えていきたい。イルベルド以下逃亡中の者たちはエオルゼア同盟軍から手配されることになるだろう。投降してくれればいいが、望み薄だろうな。グランドカンパニーエオルゼア
その統一組織の先駆けタランとして発足させたクリスタルブレイブは利用され瓦解した。裏切られたのだと落ち込みもしたが、私の甘さとおごりが招いた結果なのだと気づいたよ。そして君の姿を見て思ったんだ。自分の足で立ち歩み続けようと、諦めずに理想のために戦い抜こうと。未だ行方の知れないミンフィリアや仲間たちを探し出し、再び暁の火を灯そう。道家のクリスタルブレイブ総帥は卒業だ。これからは暁の決命員の一人として学び、戦い、歩んでいくつもりさ。